ハロー版は説です。見てくれてありがとう。今回は3つ目のねショットガンの DCM8 ですね。これのイーブンキールってやつをね使っていきます。規格というか種類はノーマルですね。で補給将校でこれは獲得したやつですね。で安定性で反動軽減フォアグリップの効果にプラスってやつですね。この標準で迷彩がデジタル迷彩っぽいのがついてますね。撃つとこんな感じです。まあ多分あのノーマルの標準のこの DCM と比べますと跳ね上がりがだいぶ低くなったんじゃないかなといった印象はありますね。覗き込んでみます。まあ集団性はね相変わらずダメなんですけど、ただ跳ね上がりはそんなにしないのかなといった印象でしょうか。フォアグリップをつけた状態の DCM がこちらです。とても跳ね上がりがね軽減されてるんですね。というか全くないんですね。これこう見るとクロスヘアにちょうど収まる感じですね。覗き込んでみます。こんな感じですね。まあやっぱり集団性はないですけど、でも反動がない分リコイル制御とかね必要ないんで、このままずっとご利用しでいけばまあ割と倒せるんじゃないかなといった印象ですね。着陸地点は交戦中だ。それでは実際に使っていきましょう。で今回アタッチメントにフォアグリップとパーティクルアンプでレンジを伸ばしております。これでねなかなか戦いやすくなっているんじゃないかなと思います。最初ね前にいるんだけど倒せるかな。こっちに行って最初あいるし痛い。これ無理だから内側に展開して、あーちょっと待って、うわーダメだ近すぎー。つうか後ろから来てたな。そのまままっすぐこっちに来ねえかな。来るんだ奥で戦ってやがんな。俺もあおちょっと待ってちょっと待って、あちゃちゃ来るか。よしいいぞ、来てくれてありがとうね。前から来るかな。来るか後ろかな。いやなんか爆発したな。後ろの方に戦ってるな。サプレッサーがいるっぽいね。ちょっといたな今後ろからいただきます。オッケー、あそこにいるね。あれどこだ。 UAB 来た。ドライブして、あぶねえよかったな。ちょっと待ってどうしよう。そっから来るか。ダメか。デクスタリティつけてるんだけどちょっと無理だったね。ちょっとしくったねこれ。ここに呼んでキャパケ呼んで、あでなんか今回というかねアップデート入りまして、なんかそれでねキャパケの解除レベルが4になったみたいですね。だいぶ早く呼べるようになった。わーお危ない。こっち上がって前から来るかな。下の方にいるな。そこで戦ってる。上にいるね。オッケー倒してどっから来る。下だな。わ奥に行った。近いです。距離を取るな。オッケー逃げて、オーバードライブ使いたいな。危なかった。オッケー UAB 出して弾がないな。前から来る。よしいいぞ。さあ下の方にいるぞ。ここからまっすぐ来るかな。来るな。戦っているから倒す。後ろいただく。あれ俺スカベンジャー持ってきてなかった。ちょっとちょっとちょっと、あ逃げれない。さあ UAV カウンター呼んでトリニティロケット撃つか。こことそこら辺にやって、ここだ。全然当たらんやないかい。オーバードライブ使いたいな。なんか今近くにいなかった。奥にいるな。これ何が出るかな。
さ、 UAV だ。前にいるね。どこ行った。うわー、そこに隠れてたか。 UAV 呼ぼう。前にいるね。倒して、後ろか来るかな。来てるね。待っとこうか。来るな。よし、来るか。前にいるな。おっと、ちょっと、いやー、ダメか。さすがに集団性がないから、その辺がね、ちゃんと当ててっても厳しい部分があるね。オッケー。うわ、怖い。いや、ダメだ。壁当たりできなかったな。ドライブ、敵いないぞ。うわー、うまいな、リワインド。使い方が素晴らしいね。ちょっと待って、そこでケアバゲ取ってるやついるね。当たれ。よし、あ、もうこれ死の。あ、あ、いや、ワンチャンあるかなって思った。後ろかな、戦ってんな。あ、あ、なんだなんだ、びっくりした。あれーん、普通にいたのか。まずい、逃げる。ちょっと、もうさっきから俺は何なんだ。上にいるんだよな。危ねえな。おい、ちょっと待って、逃げる。来るかな、下にいるな。オーバードライブで上に来るか。うっ、UAV出して、下にいるな。倒せないか。オッケー、オッケー。ちょっと逃げたい、逃げたい、逃げたい。12発いけるか。上から行って、オッケー。トリニティロケット来てたな。7発できるかな。きれいな。おお、なんかラグってたな。 UAV 出して、ボンバードマンとか、スコーチャーか。すげえ外に出たくない。オーバードライブ出たから出していくか。待って、前見えてない。あれは近づいていけばよかったな。ここから行って、あ、後ろから来てるな、これ。ちょっと待って、来るかな。うまいな。うわー、奥にいる人もうまいな。ちょっと待って、近いぞ。奥に行ってるな。こっから行こう。そのまま奥で戦ってるから、後ろから行けるか。いやーん。激戦区だ。オッケー、来るか。オッケー、こっちから行こう。敵の UAV が接近。奥にはいないか。こっち来るかな。わあ、でもそのリワインドうめえな、あの人。ああ、怖い。逃げて、うわあ、クロー。さすがに至近距離は難しいか。上に上がったな。オッケー。ソナー発動してるけど。ぞ、前にいるな。上にもいるな。さあ、どう来る。上がったかな。よし、いただきました。はい、ということで今回は DCM の、なんだったっけ。なんとかキールね。イーブンキールだ。ごめんなさいね。安定性で戦っていくショットガンになりましたね。でもまあ、なかなかこの銃は立ち回り良くしていかないと、なかなかに難しいですね、やっぱり。ってことで、今回はね、まあ、この武器を使っていったんですけど、まあ、チーム戦でも活躍できる場面はあるのかな。室内戦がやっぱ強いのかな、この武器。よくわかんないですけどね。また次回違う武器を紹介していきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ、バイバイ。